散歩行かなくていいの。お庭でいいの。佇み中やね。おさん、それ噛み切らないでよ。これ結構ガシガシ噛んでるよね。優しくないよね、それ。噛み噛みってしか。もうほら、これダメですよ。もう弱ってるところをさ、そんなに結構しっかり噛んでるね。ネギさんとかクロワッサンのハムハムと違うね。やめてください。やめれた。はい、やめれたね。はいはいはい。やめれたからなでなで。はい、やめれたなでなでやね。テラス席でレオもお水。もういいの。飲んだ。飲みましたよね。涼しいね。今日ちょっと暑いけど部屋がすっごい涼しいからもうハーハーとか言ってないからひんやりマフラー取ってるねんね。今もう寝ちゃうね。でひんやりマフラー取ってても全然大丈夫やけど、あ、寝ちゃう。でもちょっとでもなんかひんやりするアイテムを寝ちゃうね。使おうかなと思っていろいろ探してたら、昔お姉ちゃんがまだ赤ちゃんの時に使ってたひんやりアイテムが出てきたから、それをレオに使ってみよう。レオが使ってみたらいいんじゃないかな。ちょっと用意するね。これこれ、熱様柔らかアイス枕、気になるね。ちょっと使おうか。もう凍らせてるから、タオルを巻いて適当な温度で使用してください。食べられます。食べら、ちょっとで、これこんな可愛い入れ物があるので、キティちゃん
お姉ちゃんキティちゃんが大好きだったから、よいしょ、ちょっとそこにコロンってして、レオできる？レオ、これをどうやらレオも使うといいんじゃないかな。レオコロンしようかニコリやね。はい、コロンしましたよ。はーは、眠いです。でさ、頭置くとこがちょっとなんか、違う、重いね、ちょっとこれやとね。こうかな、ここ、この丸いのがさ、ちょっとなんか、これをちょっとどう？もうちょっとあっちを頭にしてみない？あっち、あっち、こっち、ほら、ひんやり、もしもしみたいな。あそこがいい。どう？気持ちいいね。感じるね。